はいどうもブラッドです。さあ今日はエンゼルスレンジャーズとの2連戦最後ですね。今日も勝って全勝といきたいところ、どうでしょう。2日続けてお休みだったレンドーンは今日はスタメン、リフレッシュして今日大活躍してくれるでしょう。そして今日のキャッチャーは鈴木、先発ピッチャーはデトマーズとなっています。レンジャーズお相手先発オットー、今季エンゼルス初対決です。では早速今日の試合の結果見ていきましょう。はい、今日の試合の結果はこちら。はい、今日は負けてしまいました。いやーショック。とにかくね、今日は勝ちたかったんですけれども、投打とも精彩を欠いてましたね。デトマーズ4点取られた時点でね、打撃陣になんとか奮起を期待したんですけれども、相手先発のオットーがいい投球してましたね。今日に限って言えば投打とも相手の方が分があったかなと。また明日から仕切り直しですね。デトマーズの立ち上がり、前回初回に失点しましたが今日も失点してしまいました。まずセミエンのヒットですね。はじめ3球全部まっすぐなんですけれど、全部高いですよね。そして最後チェンジアップも高みに浮いてしまったと。もうこれはね、打たれてもしょうがない球でしたね。そしてシーガーの打席で2球目にセミエンは盗塁を成功させるんですけれども、今日ね全部で4つ走られました。そのうち3人は今季初盗塁、もう完全にバッテリー狙われたかなという印象でしたね。そしてシーガーは進塁打、ガーバーは犠牲フライと。正直ほとんどの球が逆球か抜け球でしたね。だから鈴木はかなりリード苦労してたと思いますね。その裏すぐに追いつきます。よかったですね。先頭大谷選手、威圧感発揮してストレートのフォアボール。トラウトね、三振したところ、盗塁を決めます。Otani on the move. Trout strikes out. Otani beats the throw. 早いですね。今季7個目の盗塁でチャンスを広げます。ウォルシュ倒れますが、4番レンドーン、お休み明け早速仕事を果たします。甘い球ね、しっかり引っ叩きましたし、相手の送球それたのはラッキーでしたね。ただこの時大谷選手ちょっとしたやらかしがありました。ベースの角じゃなくて上のね、面を踏んだことでちょっと足滑らせてるんですよね。もうこれ本当にね、危なかったですね。怪我何もなくてよかったです。正直今日はねボロ負けでしたけれども、勝ちを犠牲にして大谷選手の足首を守ったと、そう考えればね、決してね悪かった敗戦じゃなかったと、そういう風にね捉えることもできますので、本当に今日はね負けてよかったです。4回デトマーズ失点のシーンですが、1球に泣きましたね。ホームラン2発、まずガーバー。今日デトマーズ制球よくなかったので、鈴木ほとんど真ん中構えてるんですよね。そのまま初球カウント取りに行ったら打たれたと、そんな感じでしたかね。その後ハイム相手にも制球定まらずフォアボール。ガルシアは打ち取って、カルフーンの初球にハイムが盗塁も余裕のセーフでした。この初球カーブだったんですけれども、2球目もカーブを要求して、今度はカルフーン捉えます。そしてTyler Wade into the corner and it's gone。 まあ投げミスですよね。高く入っちゃいましたね。タイミングはねこう外してるんですね。しかも初球と同じところに行っちゃったんで、まあそりゃね、打たれても仕方がなかったのかなという感じでしたね。その裏ね、1点でも入ってればよかったんですけれども、ワンアウト1、3塁のチャンス、残念ながら鈴木併殺だ。まずまず捉えてはいたんですけれども、正面に行ってしまいましたね。デトマーズ、球数がね、まだ少なかったので7回もマウンドへ。マッドン監督は、なんとかカルフーンをね、今度は抑えてほしいと。そういう気持ちでねマウンドに送ったらしいんですけれども、残念ながらここもね捉えられてヒット。そしてその後はマイヤーズ、もうここからはね、相手の打線がね活発でしたね。終盤ダメ押しとなる2失点を喫してしまいます。8回もマイヤーズ、
2アウト簡単に取るんですけれども、ここから3連打。カルフーンもね、よく今日打ちましたね、3安打目。マイヤーズはとにかくね、なかなかね、自分優位のカウントにできないのでね、そうなるとやはり厳しいですね。その裏、今日一番の大盛り上がりポイント、大谷選手。 I guess so. Oh, that one is hit and has some heat on it. Back to the wall. Not enough though to get. 打った瞬間、よし、これいったらもう実質勝ちって叫んでたんですけれども、思いは虚しく、もう今日は何やっても負けということですね。ただですね、今日アーチー・ブラッドリーが復帰登板、果たして三者凡退にしています。ブラッドリーは勝ちパターンでも使える実力者ですから、この復帰はね、本当に大きいですよ。次のカードからバンバン活躍してくれることを期待しましょう。その裏、クローザーのバーローから1点は取るんですけれども、そのまま試合は終了。このマーシュの打席ですね、ライト大きな当たりなんですけれども、個人的にね、この時ファーストランナーのレンドーンが2塁に走ったのはね、ちょっと嬉しかったですね。やる気ないように見せて、ちゃんと前の塁に進むというマッドーンイズムがチーム全体に浸透していると、それがね、はっきりここで出た。しかもね、9回の大差つけられてる場面ですからね、この姿勢が見れたっていうのはね、個人的にはね、結構嬉しかったですね。今日終盤にマイヤーズ打ち込まれましたし、投手陣悪いイメージあるんですけれども、正直ね、打撃陣もまあ大概でしたね。9回にヒット2本出ましたが、それまでで4本のみ、フォアボール2つだけ、まあそれじゃあなかなか点は取れません。今日ね、2番のトラウト4の4三振ですからね、まあそうするとやはり厳しいですね。デトマーズ、前回ホームラン2発に沈みましたが、今日もホームラン2発、もうね、痛いほど一発の怖さ、一球の怖さ分かってるんじゃないでしょうか。今季まだレンジャーズとの対戦7試合あります。またデトマーズ投げるでしょう。ここ2試合はレンジャーズにいいお勉強はさせてもらったということで、次のレンジャーズ戦、ノーノーまたかましたりましょうよ、デトマーズ。マイヤーズ自身今ね、正念場だと思いますね。4月の終わりから5試合連続無失点だったんですけれども、その後今現在3試合連続失点中と、これ続いてしまうと本当にね、他のピッチャー上がってきた時真っ先に落とされる、 DFA される、そんな気すらしますので、なんとかね、マイヤーズいいピッチングしてほしいですね。ブラッドリー、お帰りなさい。さあ、エンゼルス、明日からはホームに強豪ブルージェイズを迎え入れての4連戦。開幕前はね、世界一の予想がね、非常に多かった。それだけね、戦力が充実した強豪チームでございまする。正直ね、個人的に勝ってほしいんですけど、それよりも非常に楽しみなカードです。どれだけね、エンゼルス戦えるのか、今年のね、エンゼルスの進化を問う、そんなカードになるんじゃないかなと勝手に思ってます。ただ明日はまあ勝つでしょう。先発大エース、大谷翔平、ここ3試合素晴らしいピッチングしています。しかもお相手ブルージェイズ打線の主力打者、スプリンガー、ゲレーロジュニア、ビシェット、ヘルナンデス、チャップマン、グリエルジュニア、カーク、みんな右バッター。つまり今年の大谷選手のキレッキレのスライダー、もうブンブン言わせちゃいます。明日皆さん見ててください。応援しましょう。お相手の先発リュ・ヒョンジン、実力者ですけれども、ここまでまだね、防御率6点。ただリュ・ヒョンジン今年4試合投げてますけれども、開幕2試合は炎上、ただその後直近の2試合は好投してますので、明日もね、いい投手戦になるんじゃないかなと思われます。ちなみにこちら、左はリュ・ヒョンジン対エンゼルスバッター、右は大谷投手対ブルージェイズ打線の過去の成績。気になるのは左側、トラウトが10打数ノーヒット、リュ・ヒョンジンを苦手にしています。明日お休み説もありますけれども、どうなるでしょうか、楽しみです。そして右側、大谷投手が苦手にしているのは、上から3番目マット・チャップマン、そして下から3番目ジョージ・スプリンガー、この2人ですね。ここは要警戒でしょう。今日負けてますし、大事な大事な明日の初戦、何としてでも勝ってほしいです。レッツゴーエンジェルス。はい、それでは今回の動画以上といたします。ご視聴ありがとうございました。
ぜひともチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバーイ。